皆さんこんこにちは秋総裁のコーチです今月のですね10月の27日金曜日東区のこの地域の女性会の会合がありましてこちらの方で「人生よもやま話」と題して話をしてもらえるんだろうかということをですねもうだいぶ前数か月前に女性会の会長さんの方から「ご主にやってね」ということで「あんたの話をみんなが楽しみにしとるんよ」と。 いいうふうに言ってたただきましたこの10月の27日にですね東区のこの広島市のこの東区なんですけどうちの地域はここへあの確か地区,地区センターだったかな東区役所の横なんですけど一応こちらの方で70人ぐらいの方を前に話をさせてください実はあの昨年もですねやらせてもらっとるんです、えー、今回もみんながなんかほっこりするような面白いお菓子に話してねと言われたんです 実はこの今動画をご覧の皆さんで初めて私を今日見る方もおられると思うんですけど実はこの参加していただいて話をする時ある程度私を知っておる方が何名かおられたらああこれはこの人ここで冗談よるんじゃなというふうに思うてやっぱりあの私が笑うてほしい時とか、えー、ここはちょっと一緒に盛り上がってほしいな言った時にですね私を分かっとる人には要ツボを心得てもうとるんですね。 ししかかながら初めての方にはそういういわけにいかんですねやっぱりつくづく思うんですけど例えば超有名な方がですね「えー、どこどこ来て講演するよと」と例えばお名前出してあれでしょうが北野武さんが来るよともう北野武さんのイメージなほとんどの方が意外とってですねあの人が何をやって最初会場に入るときもしつまずいても受けるし話の中でちょっとしたもうね語りをしてもやっぱりもう面白い人というイメージがついて やっぱり人間いうのはある程度私のような一葬儀者の人間が本当顔も知れてない名前も売れてない、えー、こういう中で初対面の人にこ,うここは受けるとこよいうような感じでポッと言ってもですねしかしながらそういう時にですねこの話を例えば40分とか50分やってくれ言うて言われた時にですね あの目の前にに時計があったらすすごい気になるんですねやっぱりみんなが盛り上がってくれて自分も話に酔い出したらこうお互いの,こうきあの聞いとる方と喋っとる方がうまいが噛み合うとですねこれはいいような話になってくるいうもんじゃありますがなかなかそこまでいくのにどういうふうに軌道修正しようかって途中で思う時もあるんです。 しかしながら多くの人が一生懸命になってこう聞いてくれると中にはメモでこう書いてくれたりとか、えー、そういった方がおられる時というのはですね話しとってもあれじゃなと思うんですえー、話をするいうことになったらいろんな材料をやっぱり仕入れとってどういう話が皆さんに受けるんじゃろうかしかしながらそれ果たしてあんたはほんまに経験しとるんかそういうふうに思われることもあります えー、そういう中で皆さんに喜んでいただくそしてどうしても私葬儀者ですから葬儀を通しての人間模様という話をですねどうしても避けることができるということになるんですね。えー、先般9月の24日人形供養をやりましたよという話から、えー、人形供養をやって何が良かったか実はこの東区の女性会の皆さんがあるアンケートを取った時に人形供養をやってもらえんのですかと。 といいいうに書いてあっったたのが2年ぐらい前だったんです実はその時に「申し訳ないうちは人形供養やっとらんのです」というふうに返したんですね。その時は人形供養の必要性というのが非常に私の中ではなかっただから人形供養を行おうという気持ちも起きんかったしかしながら今回起きたこの変化は何じゃろうか年数が経ったから2年経ったから2年年年を取ったからそういうことじゃなくて。 やはり会社を何とかしていこう最後のやはりそろそろ元気のうちいつまで生きとるか分からん中でやっぱり何か次の世代にバトンを移す時に会社のやっぱりこういうことをやっとる会社よというのをやっぱりそろそろ示しとかにいけんなというふうに思ったんですね、えー、それで人形供養をやってみました動画でも話しました本当良かったですいろんな人の思い そしていろんな方から話を聞けて葬儀屋として非常に参考になりました。えー、当んやってよかったな。毎年これしょっちゃったんですかというふうに言われたこともあります。えー、いや、今回初めてなんです。えー、やろうってんか思うたら知らんかった。そうです。知らんかったのは事実です。初めてですから。えー、しかしながらやって本当とよかった。中には人形に手紙を添えておられた方、こういった方もおられたです。 いろんな方のいろんな思いが詰まったもの。家写真なんかいいんですかこれ焼いても。というふうに言ったときに、いや、大きい写真じゃ困るんよと。今、住、ま、環境が変化しと。だから小さい写真に実はしたんで、この大きな写真を教えれなくてしもうとくんであれば、ここらで処分ができるゃあのと思うたんよというふうに言われました。いろんな人のいろんな思いが詰まったもの。 これをやっぱりちゃんとお寺さんにお経をあげて供養してもらわなきゃ。ということで新聞のチラシにえ日蓮宗本山国禅寺様の度胸によりいうふうにお寺さんの名前も見記させてもらいました。これもお寺さんも僧侶、人形、そして写真、お札、中には遺牌も持ってきた方おられたんですけど、えー、やっぱりそれぞれの思い、やっぱり重いもんがあります。実際 お寺さんがこの会場に入ってこられた時にやっぱり気合入っちゃったんでしょうね、えー、もうやはり雰囲気違いましたで、約40分の度胸そしてご祈祷やっていただきました私は良かったなと思いました、えー、本当画面を通じて当日会場には本当少ない人数の方しかおられなかったですけど、えー、実はライブ配信をこのうちの社員でやってくれましてラインでうちに友達登録している人には えー、録画およびライブで配信をやったらやはり皆さん見とられましたそゃそうです自分が持ってきたものをどういうふうにしとるんだこれもある意味うちの会社の信用につながったんじゃないかろうかそういうふうに強く思ったもんであります、えー、いろんなやっぱり人欲供養あるんでしょうがある人が言われましたえこういうふうに並べとるんかとわしはてっきり段ボールで山積みしちゃうんかもだ。というふうに言われたんです なんでですかいや、実はあるとこで、段ボール積んであって、そのまま持っていった袋で言ったら、そのまま置いてくれ、って言われたんじゃと、前に。あんた方は全部これ出すんかと。わあ、これは丁寧にやってもらうと、これは価値はあるわ、と言われました。えー、無料だから、粗末な扱いかも思った。確かに今回無料でやったんです。無料言うと、やっぱりそういうふうに思われたかもわからんですが、やっぱり私らもやるんであれば、 ちゃんとお寺さんの名前も新聞のチラシに載せとったですから下手なことはできんとだからとにかく最初が大事じゃということで、えー、ライブ配信もやるんだし、えー、ち,ゃんとちゃんとやるかこれが当たり前じゃのと思ったんですしかしなんかそういうふうに評価をしてもらってです、ね、あ本当にやってよかったなというふうに思った次第なんですねこの11月3日の日にです、ね、国前さんがお絵式というのがあります その前に午前11時からこちらのうちの隣にほ宝神社というう宝んといううさんという仏さんですね祀ってあります一応ですねそこでやっぱり国税寺さんがご祈祷もされますこれは諸願円満といいまして交通安全学業成就商売繁盛いろんなものをですね世の中で全て関わることそういったもの病気平裕とか身体健全 えー、そういったご祈祷をですね11時からうちの隣で11月3日にされてそして午後1時からですね、えー、国前寺本堂においてお屋敷お屋敷というのは日蓮大聖人が亡くなられたちょうどこの11月ですその11月に亡くなられた時に桜の花が咲いたというということで本堂の中にですね桜の花をですね一面に貼り詰めて お援式という応用が行われますこれが11月3日の午後1時です実はその日のですねもう朝に今回お経が9月24日にここでご祈祷が済んでおりますから国善寺の境内にてこのお焚き上げというのを人形のですね、えー、させていただきますこれで一応完全に今回の人形供養終了ということになるわけです これが終わって初めてうちが人欲供を完全に終えることが終わったというふうに私の中では認識しております。 えー、来年は、えー、本当は12月に、えー、もういっぺん行おうということでお寺さんと調整はしておったんですが12月今度は永代経法要というのがあったりしてですねお寺さんも年末になると日蓮習の場合ちょっと忙しいということがあって来年のまた彼岸辺りに持っていこうか今ちょっと検討中なんですけど、えー、来年もまた人形供養祭を盛大にというかですね、えー、行わせていただこうと思っております。 とということで、今日は再来週ですね、えー、金曜日に、えー、この東区の女性会の方にもちょっとお話を同じようなお話をさせてもらって、えー、それはよもやま話ですからその時にはその時の話をまたさせていただく、えー、今日ちょっと YouTube で久方ぶりに動画撮影をさせていただいたんで、えー、先般行いました人形供養祭の話をメインにさせていただきました以上でございます